こんにちは。フェルナンドの旅チャンネルにようこそ。フランスレンタカーの旅です。今日は空港でレンタカーを借りて世界遺産ベルサイユ宮殿と庭園シャルトルの大聖堂を巡ります。それではどうぞ。5月20日朝食は基本的に5ユーロ以下の場合ホテルでいただきます。それ以上はスーパーで買うか簡単に済ませます。今日は自販機です。8時のシャトルバスで空港に向かいます。空港でレンタカーを借りてまたまた冒険旅行の始まりです。英語も通じて親切な人でした。今回はエイビスが一番安かったです。借りた車はフォードのカです。以前はかなりダサいデザインでしたが少々洗練されたかな。どちらにしても一人なので小さくて十分です。当然左ハンドルのマニュアル車です。あとは右を走ればいいだけです。26,019キロから開始です。とりあえずの目的はベルサイユ宮殿です。ベルサイユに向かうにはパリ市街方面に一旦行かなくてはいけません。当然のごとく渋滞です。渋滞を抜けて迂回路に出ることができました。ベルサイユに到着しました。路中ですが有料です。パーキングチケットを買います。ベルサイユ宮殿の前には大型バスがドーンと。これだけでもすごい。この門は入場券いりません。いやいやすごい人です。ガイドブックではチケット購入だけでも並ぶので事前に購入することを勧めていました。並ぶようでしたら入場しなくてもいいかなと思っていましたがなんとガラガラです。すんなり変えてしまいました。時の国王ルイ14世が作らせたのはご存知かと思いますがこの門からして金キラ金の豪華なものです。ベルサイユ宮殿を細かく見ていくと1日あっても足りないくらいです。大まかに見ていきましょう。とにかく人を取りに来たようなものです。鏡の回廊さえ見ればもういいでしょう。そして庭園です。ここで雨が降ってきました。もう帰ります。寒いです。日本から長ズボンとジャンパーの格好で来ましたがそれでも寒い。実はそれらは捨ててもいいようなものでフランスに着いたら即破棄の予定が未だに来ています。こんな天気でも続々と人が詰めかけてきます。次の目的地シャルトルに向かいます。この後大雨になりました。雨を避けてサービスエリアに入ります。そこで昼食にします。これで 8.4 ユーロです。フランスは物価が高い。トマトが挟んであるのかと思いきやなんとサーモンです。日本ではめったに食べません。そう、海外では魚というとサーモンしかない印象です。シャルトルの町に到着しました。なかなか趣のある町です。大聖堂も見えます。シャルル・ド・ゴール空港からベルサイユ、シャルトルの位置関係です。一方通行が多すぎて宿にたどり着けません。ここは町外れの教会ですがここから歩いて向かいます。大きな町よりこんな町が好きです。大聖堂が見えてきました。
木造の変わった建物があります。絵本に出てきそうな感じのする家です。シャルトルの大聖堂、世界遺産に登録されています。これからいくつもの大聖堂を見ていくわけですが、最初ということもあって圧倒される大きさです。先頭の形が右と左で違います。右が旧鐘楼でロマネスク様式です。左が新鐘楼でゴシック様式で115メーターあります。幾度かの火災の後に現在の姿があります。正面の扉口には見事な彫刻が施されています。中に入るとシャルトルブルーと呼ばれる見事なステンドグラスがあります。南口から出ます。どちらにてもまたゆっくり行きます。聖堂の南の構造は複雑です。ホテルの案内が出てきました。そこから振り返ってみる大聖堂で、裏側はまた複雑な構造になっています。展望台らしきところに寄ってみます。シャルトルの街が箱庭のように見えます。そしてこちらが今日のホテルです。修道院を改装したもので素晴らしい。ホテルの入り口いいですね。ホテルで車での置き方を教えてもらいます。ルートを歩いて確認しながら先ほどの教会まで戻ります。道の真ん中にポールがあるのがわかるでしょうか。このインターフォンで開けてもらいます。ここを左に曲がってと。下の町のウール川まで来ました。なかなか風情のある景色です。この橋を渡ってその先右と。一旦とんでもない方向に行ってしまいましたが、なんとかたどり着けました。さすが修道院の部屋という感じです。窓からは下の町が見えます。再度シャルトルの大聖堂に行きます。先ほどの南の門です。なんといってもホテルの隣です。正面の入り口は3箇所あり、王の扉口と呼ばれています。ワシ、オウシ、シシなどの動物や翼のある人間に囲まれた栄光のキリストです。体を引き伸ばしたように像が彫られています。その前で歌を歌うおじさんです。塔に登れます。300の階段があります。ふう、屋根のところまで登ってきました。屋根は元は鉄製であったが青銅製に吹き替えられています。丘の上にさらにそびえ立っています。聖堂は十字の形をしています。目もくらむ高さです。新鐘楼から見る旧鐘楼です。鐘楼から降りてきました。内部のステンドグラスをよく見てみましょう。正面入って左のステンドグラスです。ステンドグラスの多くは12から13世紀に作られたものです。シャルトルブルーが美しい。入って右のステンドグラスです。大聖堂の裏から下に降りる道を川まで来ました。ウール川に架かるミニム橋からの大聖堂の眺めです。川沿いに南に歩くとブジュ橋に出ます。車は進入禁止なので先ほどはこの手前を左に曲がっています。
木造がこの町の本来の建物であったかもしれません。スーパーで買い物をします。新市街もきれいにまとまっています。ここでは地図がなくても迷いません。遠くの先頭が目印です。シャルトルの大聖堂に戻りました。そしてホテルに戻ります。スーパーで買ったものです。なんといってもあられの詰め合わせです。中国製のようです。フランス初めての運転と街歩きで疲れました。いかがでしたか。旅は永遠に続きます。明日はルアブルを目指します。ご視聴ありがとうございました。